見て聞くだけをテーマに建築彫刻絵画工芸を中心に飛鳥時代から昭和時代までの日本美術史をまとめました受験生はもちろん日本美術史を復習したい方や初めて触れる方にも分かりやすいように意識しました皆様のお役に立てれば幸いです飛鳥文化飛鳥文化は飛鳥時代前半蘇我氏や聖徳太子らによって広められた仏教中心の文化です 朝鮮半島からの渡来人の活躍により、百済や高麗、さらには中国、南北朝時代の文化から影響を受けています。当時の中国は、隋や唐の時代ですが、それ以前の南北朝時代の文化の影響であることに注意です。また、インドや西アジア、さらにはギリシャの影響も見られます。建築。法隆寺近堂、五重塔、中門、回廊。世界最古の木造建築物です。 近道や回廊にはギリシャの影響を受けたエンタシスという中央部が膨らんだ柱が見られます670年に消失したと伝わりますが飛鳥様式を伝えています彫刻飛鳥寺釈如来像蘇我馬子が創建した飛鳥寺に伝わる近道像で渡来人の蔵造りの鳥による作とされます中国南北朝時代の北魏様式の影響を受け厳しい表情をしています法隆寺釈三尊像 聖徳太子が創建した法隆寺に残る金堂像でこちらも蔵造りの鳥の作とされますやはり北義様式の影響ををを受け、アーモンド型をした目を特徴としています。寺隆寺夢のくぜ観音像こちらは金堂像ではなく木造ですが北義様式とされます。法隆寺の夢殿に安置されていますただし夢殿自体は天平文化の建築物なので注意が必要です法隆寺くだら観音像 こちらも法隆寺に残された仏像で、木像で木す。中国南北朝時代でも南朝様式の影響を受けているとされ柔和な表情をしています中宮寺半華子ゆい像法隆寺の隣にある中宮寺に残る木像です片手を頬に当て片足を膝に置いた半華子ゆいという独特なポーズをとりますこちらも南朝様式とされます法隆寺半華子ゆい像渡来系の旗氏が創建した京都の法隆寺に残る木像です 前出の中宮地像と同じポーズをしています。国宝の第1号として登録されていることでも有名です工芸絵画法隆寺玉虫の図紙、玉虫の羽根で装飾された図紙です図紙とは仏像や経典といった重要なものを収める箱のことです扉や壁面には仏教説話の絵画が描かれています中宮寺天寿国宗長、仏教の天国にあたる天寿国の様子を刺集で表現したものです 聖徳太子の妻が、太子の冥福を祈って作らせたものと伝わります。シシカリ文様金、法隆寺に伝来した、文様が書かれた絹の織物です。西アジアのペルシア文化の影響を受け、中国で制作されたものと考えられています。白宝文化白宝文化は、天武天皇や持統天皇の時代を中心とした、7世紀半ばの飛鳥時代後半の文化です。 検討士によって伝えられた、初頭時代の文化の影響を受けた、若々しい文化です。仏教が国家的に推進され、急速に広まりました。また、滅んだクダラから亡命してきた、王族や貴族たちの影響も少なくなく、さらにはインドや西アジアの影響も見られます。建築薬師寺等々、30の塔ですが、各層にも腰がついているため、60に見えます。 薬師寺は天武天皇が皇后である後の持統天皇の病気平与を祈願して建立した寺院です彫刻法隆寺阿弥陀三尊像法隆寺に残る金堂像です元は藤原富人の妻橘花道代が個人的に所有していたとされます別名を伝橘花婦人念仏と言います法隆寺夢多江観音像こちらも法隆寺に残された小さな金堂像です 法隆寺なので飛鳥時代と思いがちですが前出の阿弥陀三尊像やこの観音像は白宝器の仏像であることに注意が必要です興福寺仏塔興福寺に残された近藤製の仏像の頭部ですもともとは蘇我倉山田石川マロが創建した山田寺の本尊だったのですが頭部のみが興福寺に伝わったとされます薬師寺商観音像薬師寺の東院堂に安置されている仏像でこちらも近藤像です 薬師寺東院道将観音像ともいいます。金星の取れた美しい像として知られています。薬師寺薬師三尊像、薬師寺の近道に安置されている大きな近道像です。薬師寺近道薬師三尊像ともいいます。三体の位置や大きさやポーズがバランスよく左右対称になっています。絵画、工芸、法隆寺近道壁画、法隆寺の近道の内壁に描かれていた壁画です。 1949年に部分焼失し文化財保護法制定のきっかけとなりましたインドや西アジアの影響が見られます高松塚古墳壁画高松塚古墳の石室の内壁に書かれている壁画です有名な女子群像の他に男子群像指針星座などが書かれています金銀と流子水病水病とは水を入れる瓶のことです仏教では重要な仏具の一つとされます このの水平は文字通り、蓋と口が龍の首になっています。天平文化天平文化は奈良時代の聖武天皇の時代を中心とした8世紀頃の文化です遣唐使によってもたらされた唐の最盛期の文化から影響を受けています聖武天皇が仏教により国家の安定を図るという鎮護国家の思想に傾倒したため皇族や貴族を中心とした仏教文化が発展しました 間室像や祖像といった、この時代独特の技法で作られた仏像も特徴的です。建築法隆寺伝宝堂、元は貴族の邸宅だったとされます。法隆寺だから飛鳥文化と思いがちですが、法隆寺には飛鳥時代以降の建築物も残されていることに、注意が必要です。法隆寺夢殿、飛鳥文化で取り上げた、法隆寺夢殿の久瀬観音像が収められている、八角形の小さな建築物です。 仏像は飛鳥文化ですが建築物は天平文化です東照大寺近藤高堂。東照大寺は聖武天皇の招きを受けて来日し戒律を伝えたそう鑑が創建した寺院です高堂はもともとは平城宮の宮殿建築でした東大寺法華堂奈良の大仏で知られる東大寺は聖武天皇が国家を挙げて建立した寺院です三月堂とも呼ばれる法華堂には後に紹介する仏像の多くが収められています 正宗院宝庫東大寺の倉庫群の一つで聖武天皇の死後光明皇太后が東大寺に寄進した聖武天皇の遺品が数多く収められています三角材を用いたあぜくら作りが特徴です彫刻興福寺八部舟像藤原氏の氏寺として藤原の不人が創建した興福寺に残された鑑室像です鑑室像とは漆を塗り固めた像のことです6本の腕と3面の顔を持つ阿修羅像が有名です 光福寺十代弟子像これらも光福寺に残されている8体の間室像です2体は欠損したようです前出の八部衆像同様現在は光福寺国宝館に安置されています東大寺法華堂副空検索観音像前出の東大寺法華堂に現在も安置されている大きくどっしりとした間室像です8本の腕を持っていることが特徴です東大寺法華堂室混合心臓 こちらも東大寺北家堂に安置されている間室像です。怒りの表情をした武神の姿をしています。この像は、年に一日しか公開しない、秘仏になっています。東大寺日光学校菩薩像。こちらは粘土を固めて作られた素像です。もともとは、東大寺北家堂の福建作観音像の両脇に安置されていましたが、現在は東大寺ミュージアムに移されています。東大寺階段堂四天王像。 東大寺階段堂に安置されている4体の仏像です。これらも天平時代を代表する所像です。四天王とは東西南北で仏法を守護する武神のことです。東招大寺鑑真像。唐から渡り、東招大寺を創建した鑑真の生前の姿を表した写実的な鑑筆像です。教科書にもよく掲載されるおなじみの像です。絵画・工芸。正僧院長毛流書屏風。 諸説ありますが長毛流女屏風と読みます戦術の正倉院に残されている美人図です数少ない天平文化を代表する絵画です薬師寺吉祥天像、薬師寺に残された絵画です吉祥天はもともとはヒンドゥー教の女神で吉祥天とも言います薬師寺だから白鳳文化だと勘違いしないようにしましょう過去現在因果教釈迦の一生を描いた絵画です 天平時代を代表する絵画ですが後の陰性器文化や鎌倉文化で大流行する絵巻物の源流とされます正倉院螺シタン五玄美は前出の正倉院宝庫に収められた楽器でラクダに乗った西域の故人が描かれています国際性豊かな党との交流を通じて西域の文化も流入していたことがわかります公認上岸文化 公認上岸文化は平安時代初期佐賀天皇の時代を中心とした文化です最澄と空海といった唐に渡った留学僧がもたらした新しい仏教特に密教の影響を受けています密教は原世利益を求める貴族の間で流行しました唐風の文化が重んじられ漢詩文や儒教は貴族の教養とされましたその一方で神仏集合も進みました建築室内近藤五重の塔 密教は山岳修行を行うため寺院は山中に建立されることが多くなりましたそのため以前までと異なり形式にとらわれない伽藍配置となりました彫刻室内弥勒堂釈迦如来像この時代の仏像彫刻の特徴は一木造りという一本の木から仏像を掘り出す技法ですこの仏像はその代表作ですまた本葉式という衣の表現も特徴的です関心寺如意林観音像 仁倫林観音は6本の腕を持ち片膝を立てて座る異形の観音です主に密教で信仰されました河内の関心寺に残るこの像は神秘的な密教像の一例です薬師寺創業八幡神像神宮皇后像この時代には神仏集合の傾向も広まり寺院でも神像を祀ることが多く見られるようになりましたこの像はこの時代を代表する神仏集合の木像です神護寺薬師如来像 京都市北部の山中にある神護寺は空海にゆかりのある寺院です本尊である薬師如来像は険しい表情とどっしりとした体格の威厳のある仏像です絵画書道神護寺了海曼荼曼荼とは大日如来を中心とした密教の仏教世界を表したものです金剛海曼荼と大蔵海曼荼の2つが一対となっています 京王五国寺領海マンダラ、京王五国寺は聞きなじみがないかもしれませんが五重塔で有名な京都の塔寺のことです空海が佐賀天皇から賜った寺院です風神城書道では佐賀天皇空海橘の早成の3人が東風の書の名人として三筆と称えられましたこの風神城は空海が最澄に送った書状です国風文化 国風文化は9世紀後半から10世紀平安時代半ば頃に見られた藤原氏などの宮廷貴族を中心とした優雅で洗練された文化です検討支配史の影響から文化の国風化が進んだ点が特徴的です仏教では庶民に信仰されていた浄土教が末法思想とともに貴族にも広がり藤原の道長の北条寺や藤原の寄り道の平等院法王堂などが建立されました 仏像では一木造りに代わって寄木造りが主流になりました建築平等院法王堂貴族への浄土教の広まりから阿弥陀堂が混流されるようになりました藤原の寄り道が宇治の別荘を改築した平等院法王堂はその代表例です彫刻平等院法王堂阿弥陀如来像仏師上長作の寄木造りによる仏像です 寄せ木づりとは一本の木から仏像を掘り起こすという一木造りに対して仏像の各部分を別々に掘りそれを寄せ合わせるという技法で上々が完成しました崩壊時阿弥陀如来像実際に上々によって作られた仏像だけでなくそれに似せて作られた仏像は上朝用と呼ばれていますこの仏像もそうした上朝用の典型的な例の一つですやはり寄せ木づりです絵画工芸平等院法王堂扉え 浄土教や末法思想の広まりから雷郷図が多く描かれるようになりました雷郷図とは阿弥陀如来が往生の際に極楽浄土から迎えに来る様子を描いたものです高野山少女雷郷図現在も高野山に残されている雷郷図です高野山だから公認上眼文化だと勘違いしないように注意が必要です片輪車螺鈿蒔絵手箱螺鈿とは貝殻の真珠の光沢部分を薄く剥ぎ漆器に埋め込む技法 巻絵とは金や銀などの金属粉を漆器に巻きつける技法です。どちらも日本独自に発達しました。陰世期文化陰世期文化とは平安時代末期、11世紀末から12世紀末までの陰世期の文化です。新たに台頭した武士や地方の庶民の文化が貴族文化に取り入れられました。 また、肘や商人といった民間の布教者により、浄土教が全国へ広まり、地方でも浄土教文化が栄えました。絵画では装飾教や絵巻物が多く作られました。建築、庭園、中尊寺金色堂、浄土教が全国に広がったことに伴い、各地で阿弥陀堂が作られました。これは、欧州藤原氏初代、藤原の清平が岩手県の平泉に建立した黄金の阿弥陀堂です。 白水阿弥陀堂陸奥の南部現在の福島県の山中に残された阿弥陀堂です地方に建立された阿弥陀堂建築の典型例です富士王堂文後、現在の大分県の国東半島にある阿弥陀堂です国東半島では密教修験道浄土教が融合した独自の仏教文化が育まれました三仏寺投入堂こちらは法棄現在の鳥取県に残されている密教建築です 浄土教だけでなく密教や修験道も地方に伝わっていったことを示しています盲通寺庭園盲通寺は前出の中尊寺と同じく欧州平泉にある寺院です欧州藤原市二代藤原の元平によって創建されました広大な浄土式庭園が現在も残されています彫刻薄木魔外仏文後現在の大分県に残されている魔外仏群です 魔害仏ととは、自然石に刻刻まれた仏像彫刻のことです。文語には数多くの魔が仏物が残されています。絵画「源氏物語絵巻」陰性期文化では絵巻物が多く描かれました。これは四大絵巻物の一つで紫式部の「源氏物語」を絵画化したものです。題材の「源氏物語」は平安時代中期の作品なので注意が必要です。万代納言絵巻。 バン,ダイナゴン絵巻は大納言友義雄が失脚した大天門の変を題材とした絵巻物です。これも四大絵巻物の一つです。大天門の変は平安時代前半の事件なので注意が必要です。四季山縁起絵巻。大和現在の奈良県にある四季山張吾尊寺に伝わる同寺院の縁起を描いた絵巻物です。庶民の生活や風俗も描かれています。これも四大絵巻物の一つです。 鳥獣儀が、動物を擬人化し、世俗の風習を描いた絵巻物で、日本の漫画のルーツとして、世界的にも知られています。鳥羽草場によって描かれたと伝わり、これも四大絵巻物の一つです。千面子写経、陰性期には写経を寺社に奉納することも流行しました。これは、扇形の紙に大和絵を描き、さらにその上に経文を写経したものです。市の様子など、当時の庶民の生活も描かれています。厳島神社平家農協。 これは平の清盛が、平家の繁栄を願って、秋の厳島神社に奉納した写経です。経文とともに、美しい装飾画も描かれています。鎌倉文化鎌倉文化とは、鎌倉時代、つまり13世紀を中心とした文化です。武家政権となったことで、武士の執実貢献な気風が、文化にも影響を与えました。 また平安時代末期から始められた日宋貿易により再び大陸文化の影響を受けるようになり禅宗といった新しい仏教が文化に大きな影響をもたらしました建築東大寺南大門南都焼討によって焼失した東大寺を宋長元が宋の後人陳和の協力で再興しましたその際採用された建築様式を大仏様と言い東大寺南大門がその代表例です大仏様は天竺様とも言います 円覚寺斜利殿多くの禅宗僧が僧から来日するようになると多くの禅宗寺院が建立されましたその建築様式を禅宗用と言いますその代表例は鎌倉にある円覚寺斜利殿です禅宗用は唐用とも言います石山寺田宝塔。一方で国風文化から連なる和洋の建築物も作られました石山寺田宝塔は和洋建築の代表的な建築物とされています 蓮華王院本堂三十三元堂和洋建築のもう一つの代表例は京都の修学旅行でおなじみの三十三元堂です内部には船体を超える仏像が立ち並んでいます元は後白河上皇の願いで平清盛が建立したのですが消失し鎌倉時代に再建されました関心寺近道全修用と和洋を接中させた接中用建築も生まれました河内にある関心寺近道がその典型例とされます ただし、本尊の女意林観音像は公認、上官文化の仏像です。彫刻、東大寺南大門、金剛力士像、奈良の復興では、慶派と呼ばれる仏師集団が活躍しました。これらは、慶派仏師の運慶、海計らによって制作された大きな仏像です。仏師の時代を象徴した力強く写実的な作品となっています。東大寺創業八幡神像、海計単独による、美麗な神仏集合像です。 以前紹介した薬師寺創業八幡神像は平安時代初期の公認・上官文化でしたがこちらは鎌倉文化です幸福事務弱・世心像こちらは運慶による作品です古のガンダーラの構想の姿を写実的に表現しています日本の肖像彫刻の最高傑作の一つとも言われています蓮華王院千樹観音像戦術の三十三元堂の仙台の仏像の中央に祀られている大きな千樹観音像です 雲慶の長男、丹慶による作品です。幸福寺天頭記、流頭記像。雲慶の三男、孔弁の作品です。写実的でありながら、ユーモラスな彫像です。これもまた幸福寺に残されています。六原三寺空野像。南無阿弥陀仏の六文字を表す、六体の小さな阿弥陀如来を口から吐き出しているという、独特な像です。教科書でもおなじみです。雲慶の四男、孔晶の作です。絵画 紫式部日記絵巻陰性器文化に続いて鎌倉文化でも絵巻物は多く制作されましたこれは平安時代の紫式部日記を画題とした作品です猛虎襲来絵巻元寇を戦った日後の御家人竹崎末永が自身の活躍を伝えるために書かせた絵巻物とされています元軍兵士や元軍の火鉄哲ウも書かれています 風呂絵巻関東武士の生活習慣が書かれているという点で大変重要な作品です特に馬に乗りながら的を射る笠掛けを描いた場面が有名です北の天神縁起絵巻菅原の道真を祀る北の天神こと北の天満宮の縁起絵巻ですもちろん菅原の道真は平安時代の人物なので注意が必要です一辺認エ絵伝次週の快祖一辺が各地で布教をする様子を描いた絵巻物です 以前、福岡の位置を描いた場面は当時の商業の様子を知る上でも重要な資料となっています伝源の頼朝像鎌倉時代には二世と呼ばれる肖像画も多く描かれましたこれは長年にわたり源の頼朝の肖像画としてよく知られてきた絵です藤原の高信の作と伝わります後鳥羽上皇像上級の乱で敗れ沖に流された後鳥羽上皇の肖像画です こちらは藤原の高信の子、藤原の信実の作とされています。卵形同流像。鎌倉時代では鎮像と呼ばれる前週の高層の肖像画も多く描かれるようになりました。これは北条時折が帰えした卵形同流の肖像画です。自画像と伝わります。南北朝文化。室町時代の文化は大きく3つに分かれます。南北朝文化、北山文化、東山文化です。 南北朝文化では南朝と北朝が互いの正当性を訴えるために歴史文学が発達しました美術では臨済宗僧無双礎石による作定や中国から伝わった水墨画が発達しました庭園西宝寺庭園西宝寺は苔寺の別荘でも知られる観光客に人気の寺院です足利尊氏の帰宴を受けた臨済宗の僧無双礎石によって作定されました当時苔はそこまで生えていなかったそうです 天龍寺庭園。天竜寺は足利尊氏が無双礎石の勧めで後醍醐天皇の霊を弔うために建立した寺院ですこのような池などを回遊しながら鑑賞する庭園を回遊式庭園と呼びます絵画観山図前述の通り南北朝時代には中国の影響を受けた水墨画が描かれるようになりましたこれは初期の水墨画を代表する画家家王の作品です北山文化 北山文化は南北朝の統一を果たし日民貿易を開始した足利義満の時代を中心とする文化です京都御山と呼ばれる禅宗寺院が文化の中心となりました貴族と武家の文化そして中国民の文化が融合している点が特徴ですまた庶民の文化であった猿楽から芸術性の高い能が生まれ義満によって保護されました建築庭園 六音寺金閣、足利義満は京都の北山に壮麗な山荘を作りましたそこに建立された金閣は伝統的な貴族の神殿造りと禅宗用を折衷したものです絵画「氷念図」この時代を代表する水墨画家除雪によって書かれました「氷炭でナマズを取るのはいかに」という臨済宗の禅問道、考案の一つを画題にしています芸能彫刻 猿楽の猿楽や田楽から脳が発達し観阿弥世阿弥の親子が足利義満の保護を受け芸術性の高い猿楽脳を完成させましたまた能面彫刻も発達しました東山文化東山文化は室町幕府第8代将軍足利義政の時代を中心とする文化です京都御三ではない林家の寺院の自由な活動も目立ちました 禅の精神に基づきわびという質素をたっぶ美意識が育まれ簡素な書院作りや石や砂利を配置しただけの枯山水の庭が作られわび茶も生まれました水墨画も定着する一方大和絵では土佐派が地位を確立し水墨画と大和絵を融合させた可能派も誕生しました建築庭園自称寺銀閣足利義政は京都の東山に山荘を作りました そこに混流された銀閣は禅宗様式と新しく生まれた書院作りを融合して作られました自称寺東工堂道神祭これは禅出の書院作りを代表する建築物です書院作りは現代にも残る和風住宅の原型です付書院と呼ばれる作り付けの机が特徴です大徳寺大仙院庭園水を用いず石や砂利だけで水の流れを表現する枯れ山水の代表的な庭園の一つです 大寺寺は、は京都御山ででなない、林家の代表的な寺院です。龍安寺庭園世界的にも有名な枯山水の庭園です配置された15の石を同時に見ることはできず不足に満足するという禅の精神を表現しているとされます絵画色山水図中国に渡り水墨画を学んだ雪舟は禅宗にとらわれず風景画を中心とする日本的な水墨画を完成させましたこれはその代表作です 秋と冬の2辺からなる山水図ですがもともとはやはり四季で4辺だったと考えられています天の橋立図雪舟が日本三景の一つである天の橋立を描いた水墨画ですしかしこの絵画と同じ景色を見られる場所は存在しないそうです十王図一方伝統的な山和絵では土佐光信が出て朝廷や将軍家と結びつきを強め土佐派の地位を確固たるものにしました 大徳時代船員家長図加納政信元信親子は伝統的な大和へと水墨画を融合することに成功し加納派を起こしましたこれは加納元信の,の作と伝わる作品です桃山文化戦国時代を終わらせ天下人となった織田信長と豊臣秀吉の時代の文化です桃山文化を特徴づけるのは城郭建築です その城郭内部のふすま、壁、屏風には、ダミエを用いた豪華絢爛な小疫画が多く描かれました。また、茶が流行したことで、茶室も作られました。一方、西洋人により南蛮文化も伝えられました。建築、姫路城、当時の安土城、大阪城、伏見城、呪落台などは現存していないため、姫路城が現在にも残る城郭建築の代表です。別名、白鷺城と呼ばれる、白く壮大な城郭です。 松本城天守閣白い姫路城が白鷺城と呼ばれるのに対して長野県松本市に残るこの黒い松本城は別名カラス城と呼ばれています大徳寺唐門樹落大は豊臣秀吉が建築した成長邸宅城閣ですその遺構が大徳寺唐門です彫刻の素晴らしさから見ていると火がくれるという意味の日暮し門の別称があります西本願寺飛雲閣 録音寺金閣、自称寺銀閣とともに、京の三角と並び称される西本願寺飛雲閣もまた、呪落台の遺構という説があります。明紀安茶室、千利休が残したたった2畳の狭い茶室です。大安とも呼ばれます。堺の商人でもあった千利休は茶道を確立しました。この茶室は千利休の茶道精神を体現しています。彫刻、筑布須馬神社本殿彫刻。 仏教彫刻が衰え城郭を飾る欄間彫刻が盛んになりました伏見城の一部を移築した筑マ神社本殿によく残されています絵画唐獅子図屏風安土桃山時代には城内を飾るために障壁画特に金箔の上に青や緑の彩色を施すダミ絵が多く描かれましたこれは加納栄徳の代表作です落中落外図屏風これも加納栄徳による巨大な屏風絵です 京都の名所や、祇園祭りや商売人など、庶民の様子も伺い知れる、貴重な歴史資料にもなっています。地釈院ふすまえ、松林図屏風。障壁画の絵師で、可能派と並んで人気が高かったのが、長谷川東博です。ダミエだけでなく、水墨画でも修作を残しました。南蛮屏風、南蛮貿易を題材にした屏風絵です。来日した南蛮人や黒人従者、南蛮船や南蛮寺などが書かれており、貴重な資料となっています。 工芸、高大寺蒔絵高大寺は豊臣秀吉の正室高大院が秀吉の冥福を祈るために建立した寺院です城内装飾や多く残された調度品に桃山様式の蒔絵の技法が施されています芸能奥に歌舞伎芸能では出雲の奥にが京都で歌舞伎踊りを始めました奥に歌舞伎とも呼ばれ後の女歌舞伎のもととなりました寛永文化 江戸時代初頭17世紀半ばの徳川家光の時代を中心とした文化です文化の中心は京都です建築では権限作りやすきヤ作りといった新たな方式が生まれましたまた秀吉の朝鮮出兵の際に西国の諸大名が陶工を日本に連れ帰ったことで西日本で陶磁器の生産が盛んになりましたまたこの頃中国から大爆衆も伝わりました建築 日光東照宮霊廟建築として権限づくりが広く用いられましたがその代表的なものが日光東照宮です徳川家光が祖父家康の霊を祀るために建立した神社です桂離宮御用税天皇の弟八条宮利仁親王の別邸だったものです書院作りに草庵風の茶室を取り入れた数寄屋作りの代表的な建築物です 同じ京都にある御水能天皇の修学院離宮と間違えないようにしましょう。宗福寺大雄宝殿、満福寺大雄宝殿。江戸初期に中国から禅宗の一派、大幕宗が伝えられ、中国の様式で寺院が建てられました。長崎の宗福寺や宇治の満福寺が代表的な寺院です。絵画、大徳寺北条ふすまえ。江戸時代、寛永期になっても可能派の人気は衰えず、可能丹勇は幕府の御用絵師になりました。 これは丹乳の代表作です。優雅棚田料図、加納派から出たくすみ森陰による屏風絵です。丹乳の弟子で最も優秀だったとされますが、加納派を破門され、独自の画風を確立しました。風神雷神図屏風、大和への土佐派の技法をもとに、装飾画に新様式をもたらしたのが俵屋宗達です。後の林派の先駆となりました。工芸 蒔絵すずり箱俵屋宗達とともにリン派の先駆となった本阿弥光悦による蒔絵すずり箱です光悦は多彩な文化人で現在でいえばプロデューサーのような存在でした色絵花町門深鉢寛永期には西日本の各地で陶磁器生産が盛んになりました中でも有田焼の境高木右門は赤絵を完成させました元禄文化 元禄文化は17世紀末から18世紀初頭徳川綱吉の時代を中心とした文化です鎖国状態が完成したことにより日本独自の文化が生まれました大阪や京都といった上方の町人が文化の中心となりました文学や芸能では浮世雑師、徘徊浄瑠璃がその代表ですが美術も浮世絵などが発展しました庭園陸技園元禄期を代表する庭園です 徳川綱吉を蕎麦用人として補佐した柳沢吉保が自ら設計したとされる庭園です現在でも東京に残っています小石川後楽園水戸藩主徳川光圀は中国の儒学者朱春水を招きました東京小石川に残る水戸藩邸後楽園には儒教思想の影響が見られます絵画春秋花長図屏風元禄時代には土佐光沖が土佐派の山と絵を再興し朝廷で重く用いられました これは三脇の代表作です室町時代の土佐三つ部と間違えないようにしましょう落中落外図鑑土佐派から分かれた住吉女系具系の親子は幕府の御用意しとなり住吉派を起こしましたこれは具系の代表作です柿つばた図屏風紅白梅図屏風俵屋宗達や本阿弥光悦の影響を受けた尾形光林の代表作です独特の構図に衣装が凝らされていますこの流れは琳派と呼ばれるようになりました 見返り美人図画題を美人や役者に求め浮世絵版画を始めたとされる菱川諸信の作品ですただしこれは版画ではなく肉筆による美人画です工芸八橋蒔絵ンす釣り箱尾形光輪は蒔絵でも素晴らしい作品を残しました寛営期の本阿弥光悦による船橋螺す釣り箱と混同しないように注意が必要です色絵豆花紋茶壺月梅紋茶壺吉野山津茶壺 野々村仁政は、上絵図絵本をもとに色絵を完成し、京焼の素となりました。これらは野々村仁政の代表作です。小方光輪の弟、小方健山はこの流れを組んでいます。法歴・天明文化法歴・天明文化とは、江戸時代中期、18世紀の教法の改革から、完成の改革までの時期の文化です。安定した政治・経済を背景に、庶民の生活にも文化が取り入れられるようになりました。 また、漢訳要書の輸入制限が緩まったことで、洋楽が発達する一方、芸術分野でも西洋画の手法も取り入れられるようになりました。絵画雪松図屏風、保津川図屏風、丸山応挙は、写生を重んじたり、西洋の遠近法を取り入れたりして、伝統絵画に新しい潮流を生み出し、丸山派の祖となりました。十弁十義図、職人画家ではない、文化人が描いた絵画も人気となりました。これを文人画と呼びます。 これはその代表的な画家、池の大河と与謝武村の共作です。五条、浮世絵では、鈴木春信が現れ、錦絵と呼ばれる、多色づり浮世絵版画を完成しました。この五条が代表作です。当時、全盛美人揃え、完成期には、大首絵と呼ばれる、肖像浮世絵が人気を博しました。中でも、北川歌丸は、美人画を多く残しました。三代目大谷おにじの八ッコエドベ 斎斜楽は大胆な大首絵の手法を用いて役者絵の傑作を残しました役者絵とは歌舞伎役者の肖像画ですまた相撲取りを書く相撲絵も残しました忍ばずのいけずこの頃には長崎を通じて西洋画の技法も少しずつ入ってくるようになりました芝公館は平賀源内に学び銅版画を創始しました 浅間山図屏風芝交換に学んだともいわれる銅版画家青お伝田善の作品です天明の大飢饉をもたらした浅間山の噴火を描いたものです洋楽医学解体新書前野良卓や杉田玄白は西洋医学の解剖書ターヘル・アナトミアを薬述した解体新書を出版しました挿絵や解剖図は平賀源内に絵を学んだ織田の直岳が写し替えたものです 火星文化。江戸時代後期19世紀の前半には11代将軍徳川家成の知性の下で華やかな町人文化が最盛期を迎えましたこの文化文政時代の文化を火星文化と呼びます特に浮世絵は広く親しまれ開国後には海外にも紹介されてヨーロッパの印象派の画家たちにも大きな影響を与えました絵画「龍路軍金図屏風」 松村月桂は丸山派から分かれ、賀な筆致で風景画を描き、四条派を起こしました。松村月桂は、後に五春とも名乗りました。八千人図、文人画では、谷文晁が活躍しました。狩野派、土佐派、林派、丸山派、四条派に加え、西洋画をも学んだ後、南画を収め、諸派折衷の画風を確立しました。高見千石像、谷文晁に学んだ渡辺崋山の作品です。 火山は著書、新記論、で、森尊豪事件に対する幕府の対応を批判したため、幕府の弾圧を受けました。稲川周遊図、文人画家、田野村築伝の作品です。田野村築伝は、文後、現在の大分県で活動し、この地に数多くの作品を残しました。富岳三十六景、庶民の旅が一般化する中で、風景画の浮世絵が人気となりました。 これは葛飾北斎による作品で、特に神奈川、沖波、浦などは世界的な人気があります。東海道五十三次歌川広重も風景画を得意とし、葛飾北斎と並んで人気がありました。東海道に53箇所あった各宿の情景を叙情的に書いています。朝比奈小人島遊び相馬のフル代理幕末に活躍した歌川国芳の作品です。 国吉は大胆な構図を用いて世相や政治を皮肉った浮世絵を数多く制作しました明治文化明治文化とは明治期の文化です急速な近代化を推し進める明治政府は西洋文化を積極的に取り入れました芸術分野では高部美術学校が設立され親とい外国人と呼ばれる外国人教師が西洋美術を教授しました 一方、フェノロサやオカクラ天津を中心に、日本の伝統美術を見直そうという動きも起こりました。政府は、西洋美術と伝統的日本美術の共栄を図り、文部省美術展覧会、通称、文展を開設しました。建築、ニコライ堂、親とい外国人の一人で、イギリス人建築家、コンドルによって設計された、現存する西洋建築です。現存していませんが、六名館外交で知られる六名館も、コンドルの手によるものです。 日本銀行本店コンドルに建築を学んだ辰野金吾によって設計された現存する西洋建築です偶然なのですが上から見ると円という字の形になっています旧東宮御所現在は迎賓館赤坂離宮として知られています迎賓館は明治以降の建築として最初の国宝になっています設計者の片山と奥間もコンドルに建築を学びました彫刻老円 作者の高村光雲はもともとは仏師でしたが写実主義的な西洋彫刻を研究し廃仏希釈で廃れた木彫を復活させました本人も彫刻家でもある詩人の高村光太郎は長男です甲府女これらは荻原六山としても知られる荻原森江の代表作です荻原森江はアメリカやフランスに留学し西洋流の彫査を学んで帰国しました墓森 東京美術学校で西洋流の調査を学んだ朝倉文夫の代表作です東洋のロダンと称えられました早稲田大学の大隈重信像も制作しました絵画日本画肥後観音狩野派の絵師狩野邦外の代表作ですアメリカ人美術史家フェノロサに認められ東京美術学校の設立に尽力しましたが同校の開学を待たずに亡くなりました龍子図 加納法外と並んで明治期の加納派を代表する日本画家が橋本画報です加納法外とは名優で遺作の肥母観音の仕上げを任され東京美術学校の主任も務めました無我横山大観は東京美術学校で岡倉天心や橋本画報に学びました母校東京美術学校の助教授になりますが市岡倉天心の更迭に伴い日本美術院の設立に参加しました大原五高 下村勘三はじめ可能邦外に指示し、続いて邦外の紹介で橋本画報に指示しました。母校、東京美術学校で指導に当たりましたが、市、橋本画報と共に日本美術院の設立に参加しました。絵画、西洋画、酒、作者の高橋雄一は、イギリス人画家ワーグマンから本格的な油絵技法を学び、日本最初の洋画家と言われています。収穫、 朝井中は、神武美術学校で、親とい外国人のイタリア人画家、フォンタネージに学びました。また、日本初の西洋美術団体、明治美術会を結成しました。古畔、読書、黒田清輝は、フランスで印象派の絵画を学びました。帰国後、東京美術学校に新設された西洋画家で指導にあたる一方、明治美術会から独立して、白馬会を創立しました。大正、昭和初期の文化。 大正・昭和初期にはマスメディアの発達によりサラリーマンや職業婦人と呼ばれる一般労働者を担い手とした都市大衆文化が発達しました一方芸術分野では文天のアカデミズムに対する洋画の在野勢力として二科会や春洋会などが創立されました日本画でも横山大観らによって日本美術院が再興され引店を盛んに開催しました出版キング 大日本郵便会講談社現在の講談社が発行した大衆娯楽雑誌です1924年に創刊され昭和に入ると発行部数は100万部を超えました建築東京駅現在でも多くのサラリーマンが行き交う東京駅は大正時代を代表する建築物です日本銀行本店などを設計した辰野金吾が設計しました彫刻天章岡倉天心に指示した平伏電柱の代表作です 彼は高村幸運、荻原森江、朝倉文雄と並び近代日本を代表する彫刻家とされています。で、ナマズ、戦術の彫刻家、高村幸運の長男、高村幸太郎の代表作です。後には、童貞や知恵子庄といった詩集を発表し、日本近現代史を代表する詩人となります。絵画、清ルテン、明治期から活躍する日本画家横山大観の代表作です。 大館は下村観山とともにかつての日本美術院を再興しましたその公募点であるイン,ンは現在も続いています資金上梅原龍三郎はフランスに留学し印象派の巨匠ルノワールにも学びました帰国後2課会の創立メンバーにもなりました金曜安井壮太郎はフランスに留学しポスト印象派のセザンヌの影響を受けました 帰国後、二課会に参加し、同い年の梅原龍三郎と並んで、日本洋画界の巨匠となりました。霊子美少、ポスト印象派の影響を受けた岸田流星は、梅原龍三郎らと共に、春洋会の創立に参加しました。38歳の若さで亡くなりました。黒船や竹久夢二は、大正ロマンを代表する美人画家で、若者たちの間で人気を博しました。現在のイラストレーターやグラフィックデザイナーの先駆けとなりました。